いうのはいらっしゃる。参ったよ。なるべくちょっとね、職員事務。リカピは懲役行ったことないよ。21歳の頃に、再生泥棒でジミーとこと逮捕されて、執行猶予。まあ、それっきりは、ないですね。何も。それっきりは、それからはあるか、2000何年かに、蕨署で、覚醒剤、取締法違反で、執行猶予。それが最後だな。じゃあ21歳から多分26歳とか。26かな、多分そんぐらい。だから俺がだからこのペイペイで稼ぎ出してから、俺はリカピーと夜戻ってから出てきてからね、夜戻してから、その頃は金なかったわけだよ。でも結局リカピーと別れてから俺がペイペイで入ってくるようになったわけだよ。それからだからまた近づいてきてるって話だから、ね、こうちゃちゃ入れてきて関わってくる、気持ち悪い。あんなのとは関わりたくないね。あんなのと関わったら自分の人生は 100% 幸せにならない。俺がどんなに頑張っても。だからすぐね、切ったしね。今稼げてるから、いや、連絡が来てない。連絡を取る方法があっちに一切ないから。Twitter、電話番号、あと LINE、全部ブロックなんでね。わからんよ、あんだけの嘘をしといて。リスナーも裏切っちゃうことになっちゃう、僕は。なぜ赤羽にいるか、高崎だっけ、群馬県の高崎から電車乗ってこっち来て、セブンスターっていううちのリスナーさんから電話かかってきて、ここで降りたって感じ。うん、俺酒飲まないな、うん、付き合い程度。付き合い程度飲むぐらいで、自分で一人では飲まないな。それ無理だな、酒を飲まない、飲まないよ俺本当に。まあ、いくら叩いても無駄だよ。セブンスター会ったことない。昨日コンビニでパイセン見かけたけど、スタイル良かった。本当に声かけてくれればよかったね。まあ放送やってたからだ、でもな。赤羽に、いや、今俺が滞在してるってこと？この家の鍵がなくて、そうそう、ここで、要はセブンス、駅降りたから、で、セブンスターと通話してて、とりあえずここで、カラオケじゃない、インターネットカフェ行って、泊まって、で、ここで泊まってるって感じ。鍵は帰ってくるまでの間ね。赤羽ね、あれだよね、生活するにはいいんだよね、ここってね。うん。あ、緑も赤羽なんだ。緑ってごめんさん。まあそんな感じですよ。ツイキャスはね、なんか安定した放送ができるから、ね、視聴者の人数もそうだけど、安定して放送ができるわけよ。まあ、おすすめ規制だっていうのがあるんだけど、安定した閲覧数でこうやって放送ができる。まあ、これアンチの方も学校の方もね、含めて、ね、普通のリスナーさんも含めて、こうやって放送ができるわけだけど、まあ、ここで収益化できないし、まあね、
自分でやりたい放送ができるかといったらまた別の話なので、そこはね、うん、やっぱり TikTok というところで自分がねやりたい放送を支持してくれる人間たちだけを集めてねちょっと放送やると思います。鍵の話は戻っちゃうからもう終わり、もう散々話してるんでね。でまあ今日もうね全て終わったんで以上です。もうとりあえずゴミ闇の件もそうだし、そういう件についてはもうとりあえずこれで終わり、全てね終わりです。まあ明日から TikTok なので、気持ち入れ替えてね、放送やっていきます。フリーライバーとしてね、フリーライバーの優雅として、これからはね、自分、この優雅としての優雅の発展候補装置をねきちんとやっていこうと思ってます、うん、まあ常時とりあえず300人、まあそうだね、350人ぐらいを目安に、そこを安定して、視聴者が来るように、特別それ以上多くも少なくもなく、まあちょっとね、やっていこうかと、そこを目標にやっていこうと思ってます。うん。あんまりね、人が多いとやっぱりコメントが流れちゃうので、コメントがね、ここみたいに見やすくないので、ね、そう、細々と頑張ってきます。あんまり俺はね、人が多くてコメントが流れる放送が好きではないので、やっぱりコメントとの会話のキャッチボールなので、僕のね、雑談トークというのは。なので、まあその中でやっていこうと思ってます。いや、配信終わろうとしてる？なんで？終わっちゃダメな。ライバーと配信者って同じ意味。そうだよ。だから言い方が違うので、あっちでは配信者って言うとね、TikTok では分からないので、TikTok の配信者のことをライバーという。まあ、ここではね、配信者。3個目しか表示されなくない。俺の方のね、配信する側の場合はね、配信画面全部がコメント欄なんだよ。そうそう。右にスクロールすると、皆さんの方はね、このラインしかコメント欄ないんだけど、俺の方だと画面上いっぱいいっぱいに、コメント欄になるんだよ。配信者側。だから実際は、8行ぐらいは映ってんじゃないかな。6人ぐらい映ってんじゃない？コメント欄。そうそう。はい、これ、配信者側だけ。うん、俺もリスナー側だとそれできなかったから。TikTok は A 版はないな。アカウントに対する無期限版というかそういうのはあるけど、アカウントの無期限停止っていうのはあるけど、母あれとね、それはあるけど、アカウントを作れるので、また作れて放送開始できるので。はい。アイテムね、まあそれはあるよね。A 版ないです。アカウントが作れるんでね、うん。配信するなら 6.1 以上じゃないと、6.1 ってのは。うん、ね、臭そう、絶対彼氏にしたくない。緑の匿名さん、あなた女性の方？その前に、あなたが、そのね、彼氏とか彼女っていう、彼氏とか友達っていう対象に俺をね、一回見たことが気持ち悪い。うん、一緒にしないでもらいたいね。そもそもあなたなんか眼中にないし、それを俺は一回あなたは彼氏にするかしないかっていう計りにかけたことが気持ち悪いから、まず。バカ。デブスのメンヘラ。デブスのメンヘラでよ、どうせよお前、な、腰と腹が一緒だろお前どうせ。気持ち悪いな。一緒すんなバカ。てめえなんか相手しねえわ。アウトオブザ眼中だわ。まず、計りにかけんな。俺を彼氏にするかしないかとか。勝手に思い、妄想して、お前女にしてんだろ妄想して、どうせ。俺を彼氏にね、するのやだ。あ、でもこいつだよね。セックスだけはいいんだとか思って女にしてんだろ。画面見て女にすんなよ。気持ち悪い、この野郎。気持ち悪い。びっくりしたわ。木島かなえみたいな、どうせ体型してるんだろうし。あおか。いやー、それにしてもな、誰かさ、俺と一緒に住んでくれる人いない？誰か、俺と一緒に住んでくれる人。家がある人で、
ギガある人で。いや、配信者は、ダメで。やだ、ばえとか。誰か、募集してます。僕、言えないんで。言えないっていうか、まあ、シェアハウスなんで。男性でもいいよ、別に。男性でも。家賃払うから。気使わない人。お互いに気使わない人。まあ、都内じゃなくてもまあいいけど。やっぱいないよな。あれ、俺、携帯どこ行った？俺の携帯電話どっか行っちゃったな、もう一個の携帯電話。あった。いない？立川アパート、マジで？いいね、立川だったら。新宿まで20分ぐらいでしょ？ 15 分ぐらいか。新宿まで20分ぐらいだし、交通の便いいな、立川は。立川までやってるな。立川さから先だと遠いから、あれだけど、立川ぐらいまでやったらいいな、全然。スマホのアップデートできなかったら買い替えだな。3万6はやだ。あんな場所。あんな刑務所と変わらない。西武立川は不便だな。ワンルームだけど一緒に住む。あ、いいね。ワンルームでも全然いいよ。ワンルームでも全然いいんだけど、そこで配信できれば、なおさら嬉しいんですけど。家って言ってるんだよ。公園って言ってるやつはバカなんだな。家って言ってんだ。静かにしてるなら、住まわせてる。住まわせてやるって、それをね、上から目線で言うやつは、もう、平等ではないので、そういうやつは、まあ、いいです。正直。そんな上から目線のやつは。な、そういうやつはいらないです。こっちからお断りや。部屋で配信するな。まあ、嫌だよな。下着物色されそう？何？お前さ、どんだけ、ね？青の匿名さんを、ね？青の匿名さんを、何？下着物色されそうって、そんなに色っぽい下着とか持ってんの？大体お前の下着なんか興味ねえわ。大体パンツ履いてる女に興味がねえわ、まず。興味がない。そこに魅力を感じないんだよ、俺はパンツで。その、パンツに。女も。どうせな？下着物色されると、どうせ、おな、折り物シート敷いてる汚いパンツだろう、てめえ。な、シミがついてるよ。そんなパンツ使い回してるだけだろうよ、ほんとに。気持ち悪いわ。勘弁してくれよ。どんだけさ、自意識過剰な女がいいんだよ。なあ、自分はモテると思ってんのか、こんなインターネット配信で11時28分にコメント打ってるやつかよ。考えろよ、現実、平日の11時28分だろ、女も。考えろ。興味ねえわ。高橋いらっしゃい。みーいらっしゃい。ほんと気持ち悪いな。どんだけうちの、何？うちにいる女性リスナーって自意識過剰なの？本当に。焦げ目の前いらっしゃい。やっぱな、性格がいい女性がいいよな。おっとりしてて、新吉いらっしゃい。おっとりしてて、優しくて、素直で、まっすぐ、一緒にいて楽な子。喋ってなくてもなんか一緒にいても楽な子。そういう子がいい。
やっぱね、俺別に特にさ、プライベートでよく喋るわけでもないのよ。このインターネット配信だから喋るし、人がいるから喋るんだけど、やっぱり自分の彼女でいるときは喋んなくても、あ、楽だな、一緒にいて楽だなっていう人がいい。俺そんな喋らないもん。そんなに一緒にいて。喋りかけられたら喋る、もちろん喋るし、ね、こうやってトークするけど、それ以外はあんまり喋るおっさんじゃないぞ、俺。DM 見て。誰も来てないよ。誰も来とらん。昨日な、うちのリスナーさんのね、親方っていうね、お茶の人いるんだけど、その方から DM じゃっきり来てません。のんに捨てられてから、俺から別れるって言ったんだ。捨てられたんじゃねえわ。そこは語弊があるし。あと、のんちゃんと別れたことは、良かったと思ってる。配信者優雅にね、口出してたので、まんでね、調子こいて、裏でね、リスナーから金引っ張ったりとかしてたので、正直ね、そういう、配信者優雅を利用し出したので、配信にも口出すようになったし、まあ、そこはね、本当に別れて、良かったと、ね、思ってます。まあ、いろいろなね、お互いにね、いろいろな思い出があったりとかなんかね、やってもらったことも俺もあるし、あれなんだけど、まあ、のんちゃんに限っては、まあ、ちょっと勘違いしだしたし、別れてよかったなと思ってます、未だに。匿名なおさんいらっしゃい。シェリコフって書いてあるやつ、だいたいニコ生のバカどもだな。いくらまで出せる？あ、そんなこと言ってるやつは、だいたい一緒に住みたくない。ノンが一番尽くしてくれた。そんなこともないな。まあ、俺配信やってからね、ノンちゃんぐらいしか長くつき合ってないじゃん。でもあれやら、ポンちゃんかな、多分。一番尽くしてくれたでしょ。一番尽くしてくれたか、悪い思い出がないからな、ポンちゃんに限っては。ないんだよ。まあ、マルヒちゃん。ね、マルヒちゃんってね、俺がね、呼んでたけど、放送上では。まあ、ポンちゃん、感謝は何の悪いところもなかったな。ポンちゃんってね、うちのリスナーさんの人でいたんだよ。まあ、その方と福岡でね、付き合ってたんだけど、まあその人は一番何もないか、悪いところが。あ、緑の匿名と一緒に住まないから大丈夫で安心して、お前みたいなやつは。ポンちゃんは、ポンちゃんはですね、うちの男性リスナーさんとお付き合いを現在してまして、はい。うちの男性リスナーさんとお付き合いをしてまして、その男性リスナーさんが、まあ、うちのリスナーさんに、何人かにちょっかいをかけていて、実は。まあ、それが判明して、ね、いろんな女性の方にちょっかいをかけていて、その中から、ね、その中に同時期に、まあ、ポンちゃんにもちょっかいをかけていて、で、ポンちゃんとお付き合いすることになったっていう、まあ、それで、まあ、その男性の方がね、ツイッターの名前を変更したもんで、ツイキャスの名前も変更してたんだよ。で、ポンちゃんの名前、本名が書いてあったんだな。その男性の方がポンちゃんの名前を変えてたので、このままだとポンちゃんの本名がバレてしまう。そうするとね、ポンちゃんも叩かれるし、その男性のリスナーさんも叩かれる羽目になるので、僕の方からね、気遣いの気持ちで、ツイッターをね、フォロー外したりとか、このツイキャスのね、フォロワー外したりとかしてて、したんだよ、俺が。まあそういうね、一応、二人とものね、身を守るために、俺の方はそういう風にしたんだけど、まあ何かを勘違いしたのか、まあ自分のね、悪さがバレてしまった。いろんな、うちの固定リスナーの人に声をかけて、ナンパみたいなことをしていた。まあそれがバレてしまって、後ろめたい気持ちもあって、うちの放送からは、いなくなりましたね。ちなみに、声かけられた人は、この中にいます。はい。この中に、この放送を見てる方の中に、現在進行形で、まあ、いて、ね、犠牲者じゃないですけど、はい、いましたね。そうですね。
いや、嘘じゃないんで、いるからね、実際。コメント勢にいるんで。はい。まあ、そんなこともあって、まあ、二人ともね。まあ、ポンちゃんに限っては、まあ、とりあえず俺と関係持つなっていう風に、その男性のリスナーさんが、まあ、多分言ってると思うんだよ。まあ、それはね、俺は元彼氏だから、だからまあね、あまり関わり持ってもらいたくないしっていうのもあって、まあ、放送も、多分、あ、このアカウントだろうなっていう人はいるんだけど、TikTok もそうだし、TikTok もそうだし、そもそもツイキャスでそのアカウントでコメントしたことがなかったから、TikTok の、アカウントもそうだし、このツイキャスでのアカウントも変わっているんだと思うんだよね。うん、まあ、あ、こいつだなっていうのはわかるから、まあ、名前だったりとか、もしくは、その、サムネ、まあ、その使い方っていうのが、まあ、わかるんで、まあ、あんまコメント打つ人じゃないんでね、元から。まあ、放送は見ているんじゃないかな、ポンちゃんの方は。まあ、でもね、二人が特定されたりとか、叩かれるようなことが、まあ、なかったので、良かったなと俺は思ってる。まあ、二人が幸せになってくれるなと思ってるし、パッパラ声出して、いろんな男性に声か、女性にね、声かけたのは事実だし、他のね、その女性リスナーさんたちはそれで傷ついたりとか嫌な思いしたのは事実なので、それはね、また別問題なんだけど、まあ、二人が幸せにね、まあ、この僕の放送から、出会って、二人が恋愛関係においてうまくいけばなと思ってます。うん、何語ってんの？恋愛についてですよ。わかんなかったですか？あなた。これからね、学校のことについて語ってると思った？耳が悪いのかな？頭が悪いのかな？まあ今日、まあね、平日なんで仕事だと思うけど。アパート明日帰る。リスナーさんも添い寝募集しただけだろ。違うんだよな。そういうのじゃないんだよな。俺は添い寝募集したけどな。添い寝募集したことによって彼女ができました。うん、私はこれで彼女ができました。だからね。うん、鍵は返してもらえないけど、もう鍵を開けてもらうことにした。まあ明日怒られます。お前の話よりコメントの方が面白い。だったら俺の放送をミュートにしてコメント欄だけ見ててください。養分が会いたいって、会いたいね俺も、養分は。配信者で一番最初の会いたいっていうか、その会いたいナンバーワンは養分一等だから。うん、もう紛れもなくいろんな配信者に会ったりとかもしたし、会ってない配信者も多いけど、養分だけだな。俺が配信やめるまでに、この配信会にいるまでの間に、養分には会いたいと思ってる。もうそれ以外は別に、なんかまあ、適度に会いたいなっていう人はいるけど、一番最初に、で、このナンバーワンで会いたいのは養分そうだね。俺は。配信者という肩書きなしで、ナンパし、何ナンパしても絶対モテないもんな。ナンパ！俺ナンパってしたことないんだよな。ナンパってしたことがない。まず、今までの人生において。顔は良くないけど、性格がいいから、ナンパはするまでもないんだよ、俺。やっぱ性格を見てくれる綺麗な女性ってのは、俺みたいなの拾うんだよ。顔は良くない。その顔じゃ無理だよ。でも、この性格の良さを見てくれる女性、心の優しいね、性格がピュアなこの女性は、俺の良さに気づいてくれるんだな。だから女が綺麗ねんだよ、俺なかなか。一人の女性と付き合うのも結構長いし、ね、女と別れてもすぐ女できるし、やっぱね、見る目がある女性がいるんだな、俺みたいな人間を選ぶ人間は。残念ながら。だから今まで、そのね、シャブピー以外の人間は、みんな見る目がある女性。シャブピーは金目当てだからあれだけど、まあ、それ以外の人間は、正直、まあ見る目あるよ。いい女性たちだよ、みんな。今まで過去付き合った人間はね。まあ任せてくださいよ俺は。
本当に。まあ、あんたらみたいにさ、一人で家に引っこもって46歳の放送を見ている。そんなんだから、お前ら、結婚もできないし、恋愛もできないんだよ。だろ？な、ここに男性も女性もいるよ。46歳のおっさん見て、な、46歳のおっさん見て、昼間、平日の昼間からコメント打っている。もうその時点でたかが知れてんだよ。出会いの幅を狭めてんの。まず。そうだろ？わかります。あだま、主婦の方ね、主婦の方たちはまあね、空き時間に見てるっていうのはあるやろうけど、自分のね、専業主婦とやってる、知る間以外にね、まあ僕みたいなのでね、まあトークが面白いという、おこじるし、ラジオガールに聞ける、このトークが面白いという僕の放送を来て、主婦のね、仕事をやりながら子育てを頑張りね、やってる方たち、その子たちはね、まあ僕の放送を、たまにコメント打って、ラジオ代わりに聞いていただければ、常連リスナーになっていただけるんでね。はい。ほんとありがたいです。いつも家族で笑って見てます。いや、嬉しいね。家族ってやっぱり長い間こうやって続けてるとさ、やっぱ会話なくなってきたりとかする家族もあるじゃん。でも俺というね、放送、一つね、この共有する部分、あることもってね、笑顔もあったりとか、そのことで話したりとか、会話もね、生まれると思うんで、そこはありがたいなと思いますよ。ね、そういうふうに、まあこういうふうに言うと、笑われてるだけだろうとかバカなこと言うけど、笑顔になってくれれば何でもいいんですね。そうそう。笑う、笑われる。笑われてみろ、お前ら。笑われることもできないのに。な、出川とか、な、笑われてたよな。笑われてた。そんな人間が今ではね、みんなを笑顔にする人間になっている。な、昔は嫌われナンバーワン、ね、嫌われてるね、芸人ナンバーワン、芸能人ナンバーワンでずっと君臨したのが、今ではね、好感度が高い配信者になっている。そういう風になっていくんだ。な。わかるか？お前らは笑われることも笑わせることもできない。そして注目を浴びることもできない。そこに嫉妬しているだけだ。まあ、ユイガにはみんななれないからな。どんなことがあれようがユイガにはなれないので。ね、残念ながら。マジで。出川より元祖原付配信者だからね、僕は。マジで。今、現、ね、スイカのヘルメットかぶって、出川はね、原付配信やってるけど、な、俺は生放送で原付配信をやってる、初代、原付配信者だよ。香川っていうね、異論もありますけど、まあ間違いない。香川だろう。まあでもね、チャリンコといえば俺だし、原付といえば俺。もうこれは間違いないことなんでね。香川の原付配信より僕の原付配信の方が人気だったし、人気コンテンツだったしね。まあ、そういうことです。まあ、原付と、な、女の上に乗るのうまいから、俺は。マジで。あと、配信場に乗るのうまいな。配信場に乗って、みんなにね、こうやってアピールし、注目を浴びるのもやっぱりね、僕は何年経ってもこうやって注目を浴びてるし、ね、女の上に乗るのもうまいし、原付の上に乗るのもうまい。まあ、間違いないことだな、これは。ユイガって女でダメになる男。そうだな、女でダメになるかダメにならないか別として、そうだな、どうしてもやっぱり自分が一番大切なものが女になってしまうね。お金とかリスナーだったりとか配信っていうものよりも、まあ配信は配信大切なんだけど、リスナーが大切というよりも配信が好きだから、またそこのね、はかりに違うものが、はかりにかけるものが違って、配信とね、自分の女、それを同じはかりにかけられないので、どちらも大切なんだよな、俺からすると。やっぱ
原田大工として大切なものと、優雅として大切なもの、これが分かれているから俺の中で、まあそこあるよな、たらい落ちてこないよ。どうだろうな。何が違うか、何が違うか言ってみ、もう全てが違う、こいつマジやばいわ、町に見かけたら原稿室で説教するわ、お前はあれだよ、暴行で逮捕だ、暴行で逮捕。このさ、赤羽にいて俺が何度声かけられたと思ってんの、何度、俺3人の方に声かけられたよ、3人の方に、このホテルに入る前のフロントのところに声をかけられたし、その前は、ね、キャッチかなんかおっさんに二人組に、そう、優雅さんですよって声をかけられたし、それぐらい俺は知名度、認知度があるんだよ。人気あるか微妙なところだけど。な、そういうところよ。マジで。嘘をつって生放送俺の見てないんだな。まあ、ニコ生民は、まあ見ねえわな。そういうところな。結局女にハマるやつって自分自信がない、俺ないな、自分に、それは間違いない、自分自信がないよな、まあ女にハマるやつっていうのは関係ないと思うけど、自分自信ないのはまあ事実だな。ちょっと腰が痛くなったから横になっていい、ほいっとほいっと、お前マトリってお前さバカじゃないの、マトリって売人とかを、売人とかを目つけるやつだよ、お前。バカなんだよな。ただの使用するような人間とか、お前、所持してる人間なんかマトリつかんねえぞ。あれだろ、あれ見すぎだろ、お前、テレビ。テレビとかドラマ見すぎだぞ。本当に。M いらっしゃい。誰か今日飯食いに行く人いない、おごりで、おごりでさ飯食いに行く人、M 仕事だろ、だって、いや俺おごりないわ金、俺は基本的にそう金がないからさ、なリスナーさんが働いた金でね、一生懸命働いた金、生活保護の金、年金の金で、ね、俺は食わせてもらってる側だからさ、な、本当に。こじきじゃねえよ。こじきなんか言ってんの古いだろ。今のニコ生民でさえこじきなんて言わねえのに、こじきとか。嫁一緒でもいいよ、全然。OK ですよ、嫁さん一緒でも。この前、だいぶ前だけど、2ヶ月前だか、そんぐらいに、ね、ね、俺のリスナーさんの男性の方が、嫁さん連れて、息子さん連れて、まあね、飲み行ったりとかもしたからね。メイクは別に関係ないから、別にいらんねえだろ。こんにちは、緑の特命さんいらっしゃい。あれ？メルカリ300円のビットコインを受け取りましたか？意味わかんない。だいたいビットコインがよくわかってないな、これ仮想通貨。まあ、飯食いに来る人いたらね、LINE ください。まあ、今日ぐらいしか時間ねえからさ、明日帰っちゃうから、俺。明日帰っちゃうから、今日ぐらいしか時間ないんでね。また新小岩ですよ、また新小岩。連投コメントやめて、バカみたいな連投コメント。アホみたいな連投コメントやめてくださいね。お願いします。
読まないんで、連投されればされるほど読まないから、それは理解して。TikTok から Twitter 経由できました。どうも、よろしくお願いします。ミドルの匿名さんね。そう、ここは匿名ありますね。ゴミみたいなコメントばっかりなんで、あまり TikTok の人引かないように、はい。吐き溜めみたいなサイトなんでね、僕の特に放送は。はい。なんで、TikTok の人引かないでください。匿名の青さんいらっしゃい。異常なんで、異常。ね、平日の昼間からね、匿名で悪口書くことしかできない、馬鹿にすることしかできないような、底辺の人間が底辺に集まるっていう、インターネット生放送、唯我の破天荒放送室、ツイキャス版なんで、よろしくお願いします。